キャンプが始まりましたけれども、今の心境率直にいかがでしょうか。まあ、天気があまり良くないんですけど、でもそれでも自分のやるべきことっていうのはやれてると思います。移籍1年目の去年と今年で比べて、このキャンプに臨む気持ちっていうのはどうでしょうか。去年は、まあ、1年目でしたし、気遣いながらやってたんですけど、今年はもう自分の思ったことをやりたいことっていうのをやろうという気持ちで入ってるので、まあ、気持ち的には少し楽な感じはします。オフシーズンからここまで調整練習にするにあたってこうテーマなどありますか。まあ、体の強化であったりとか、体幹を使いながら野球をするっていうのを自主トレのテーマでやってたので、そこは今のところ継続できてます、はい。体の強化というのは実感はありますか。強く。そうですね、でかくするとかいう意味ではないんですけど、はい、1年間しっかり戦い抜くっていう体の強化っていうのはできているのかなと思います。今シーズンの目標を伺いたいんですけれども、まずは打撃面などはいかがですか。キャリアハイですね、はい。打率、ホームランなどこだわりたい数字、タイトルありますか。いや、タイトルは特別、まあ、キャリアハイ目指してやっていく中で取れたらいいかなっていう感じです。守備の面はいかがですか。まあ、たくさん課題ができたので、そこを一つずつ埋めながら、若と亮と3人で頑張りたいなと思います。もちろんキャッチャーということですか。そうですね、はい。若い投手がたくさんいる中で引っ張る立場だと思うんですけれども、その辺りいかがでしょうか。そうですね、まあ、もちろん引っ張るっていう気持ちもありますし、去年1年間通して感じたこともたくさんあるので、それをブルペンなどでしっかり話し合いながら、今シーズンに向けてやっていけたらなと思います。チームは4連覇に挑むシーズンなんですけれども、森選手自身この連覇、4連覇というのは意識はどうでしょうか。まあ、もちろん優勝したいですし、去年日本一逃しているので日本一っていうのを目指してやりたいですけど、まあ、先を見据えずに、はい、一戦一戦しっかり戦っていけたらなと思ってます。先ほど目標も答えてくださいましたけれども、それに向けてのこのキャンプの過ごし方、最後に改めて。まずは体をいじめ抜くこと、はい、わざと疲労を作るというか、疲れを作りながら、はい、やっていけたらなと思ってます。ありがとうございます。